ご再現は、大韓民国、ソウル特別市出身のプロ野球選手。プロ入り後、1年目は、ダイソーや途中出場が主だったが、2年目は100試合に、出場しチームの中心選手へ昇格。その後も徐々に存在感を増していき2011年には2番打者に定着し、トール用も受賞した。2014年5月23日、半ァ戦で、 韓国プロ野球史上16人目となるサイクルアンダーを達成した。同年9月に開催された新川アジア競技大会の野球韓国代表に選出された。同大会では韓国の優勝により兵役免除の恩定を受けることとなった。2015年はオフの10月7日に第1回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。準決勝では 日本投手の前に抑え込まれていた、巨高市民の代打として出場し、乗本高博から反撃の唇を切るレフト前ヒットを打った。同年に初めてフリーエージェントとなったが、4年契約で都産と再契約した。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。2018年までは、 セカンドのレギュラーとして出場を続けたが若手との競争が激化している。2019年はキャプテンを務めるも打撃が1割台と低迷。7年ぶりに規定打席に到達しなかった。同年オフシーズンに2度目の FA を申請し、3年最大19億ウォンの大型契約で再契約。2020年も都産の主相を務める。 2020年7月1日のキウムヒーローズ戦では2回表に、ハン・ケンヒロシから、走者一層のタイムリー二塁打を放った。これにより、史上96人目の通算500打点を達成。しかしその後は極度の成績不振に陥り、8月には、その責任を取って、首相職を辞任。臨時首相には、クレザイ一が抜擢された。勝負欲が、とても強く、 感情表現がとても豊かな選手である。その反面、フェアプレー精神に反すると批判される、危険なプレーをすることも多く、事例としては2013年5月23日の試合では、ランナー1.3塁の場面で二等を試みた時に二塁手が補給できず、こぼしたボールを遠くに転がして三塁走者である。 理想局の進類を狙ったり、2014年8月7日の試合では、遅い頃をさばいた時に普通に送球すれば、余裕でアウトだったタイミングにもかかわらず、わざと走者の分恨むに駆け寄って、守備妨害を取ったり、さらにその翌日には閉殺を避けるために類種の足元を狙った悪質なスライディングをかけたりし、極めつけは2015年6月7日には、折れて、 先が尖ったバットを持ったまま一塁に走り、これが相手の守備陣を突こうとしているように見えて激しく非難された。これらはすべてネクセンヒーローズ戦で起こったことである。また、相手の指揮をくじくためか引きを打ち上げた時に意図的にバットを投げるパフォーマンスを行う場面が、ボンダ、タンダ、チョーダ、本塁打を問わず目撃される。年プレミア準決勝でも回表、 西万塁から先端フライを打ち上げた時にこのパフォーマンスを見せた。背番号を頻繁に変えており、入団した2007年は48、2008年から2009年までは7、2010年から2012年までは53、2013年は97、2014年から2015年までは17、2016年以降は24をつけている。ソウルのオシャレエリアとして、 有名な皇邸にあるカフェトリストという店を経営している。芸能人などもたびたび彼の店を訪れている。ありがとうございます。